マナ川は、福井県大野市南部を流域とする河川であり、九ズ流川水系の支流の一つである。源流は、佐尾川ダム上流の美容部山と福井県と岐阜県に、位置する農業白山の山麓に発する雲川が、国道157号に沿って、中島地区で合流し、マナ川ダムにて調整され、マナ峡と呼ばれる、V 字国を形成する。 北陸電力五条型発電所下流の大野盆地で、洗浄地と氾濫源を形成し、崩流側に合流する。マナ橋は、五条型発電所上流部からマナ川ダムにかけての深い峡谷を指す。峡谷沿いには、河口岩や飛騨変魔岩が広く露出している。結晶室石灰岩が塩基性変魔岩中に挟まれている。周囲の鉄取り群とは、 断層で摂氏船塚港岸に貫かれ、さらに荒島学南方では火山岩類に覆われている。十楽中期頃と推定される。真名川の上流域に位置した西谷村一円は、中世以降、奥池田と呼ばれた地域で1955年には人口3425人、世帯数5 8 5を数え、面積は当時福井県内で最大であった。 マナ川へ樹脂状に注ぎ込む支流が形成した菓子団球場のわずかな平地と広大な山林で営まれる焼き畑農業であわやヒえを栽培し養蚕、オーレン、和紙を生活基盤とした山村であった。1957年完成した佐藤川ダムにより三集落が水没し離損。その後、1五十九年の伊勢湾台風、1六十一年の 第2室戸台風、1963年の38号雪と災害が続いた。さらに1965年9月14日15日の、両日には、1000ミリメートルを超す集中豪雨に襲われ、堤防が複数箇所で決壊、氾濫したほか、山津波による土砂で79世帯が流出、97世帯が埋没。 全世帯の9割が被災するという奥腰豪雨によって、西谷村は壊滅的な打撃を受けた。一時は復興も模索されたが、1966年、三集落が水没することになる、真名川ダムの計画が持ち上がり、被水没集落も含めて、全村の離村が決定し、廃村となった。く流川水系上流部ブロックの河川、整備計画、福井、岐阜にも、 ゴー・ウカマナ川など反乱。日本経済新聞昭和40年9月16日夕刊。7面。ありがとうございます。